心も癒されたお話です。またポテト？いいじゃん、うまいよこの幸せがずっと続くと思っていたのに俺たち別れよ。なんで？ちょっと待ってよ、なんで？これは出番だなそうっす。お客様、こちら先ほどのものよりも少々塩味を薄くしております。どうして？涙を流しながら食べるのにちょうどいいように。涙を流しながら食べるのにちょうどいいように。そこ泣きなよってこと？耳が幸せ今日のこともいつか笑って思い出せる日が来るはずです。ですからそのポテトを食べて早く元気を出してください。ありがとうございます。店員さんの素敵な気遣いで前向きになれました。